はいどうもジェケマルです。ということで皆さん久々の青鬼オンラインくっそ楽しいんだけど、はい、ということでね、今現在青鬼オンラインはこちら進撃の巨人イベント、開催しておりまして、こちらのねコラボの塔の、1階2階の方はねクリアしたんですけどね。ということで今日はねこちら3階の、進撃の巨人の塔、進撃の巨人の塔、ちょっと発音おかしいですけど、頑張っていきたいと思います。それではね初見プレイやっていきましょう。青チケ3枚必要なんだって。さあ難しいですよね絶対ね、3回ともなるとね。まあ初見で一発クリアしてみせるぜ。もしねこれ一発クリアしたらさ褒めてほしい。やられてしまったら、やられてしまった数かける100連をね、今回のガチャに回していきたいと思います。罰ゲーム付きでございます。必ず一発でクリアしようぜ。はい、女型の巨人が登場。崩れる床に注意しながら扉から脱出しよう。ちょっと待ってみんな、俺これ知らないよ。崩れる床って何？まずい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 。絶対一発クリアしたい。鍵8個もゲットしなきゃいけないの？いやーちょっと来たよ。こいつ足速いな。崩れる床って何？あーあれか、やばいやばいやばい。なんか、崩壊しかけてる床がありますが、こっから入ればいいのか。これってさ、うわ、マジで言ってる？これマジで言ってる？こう言ってこう言ってこう行けばいいのか。うーわこれちょっと頭使わないといけないんだね。面白いギミック。さあということでまず1個目クリアしました。これを8回やんなきゃいけないの？しかもさこいつらさあれだよね、いやこれ合ってる。あ危ない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 。待って待って待って、まずいまずいまずい。こいつ針の上通ってこれるよな？そうだよな。ちょっとまずい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 。難しい。これ苦手な人は本当に難しいんじゃないか。これさ穴って落ちちゃうんですかね？そんなことないか。ちょっと待って、これどうすればいい？これまっすぐ行っていいんだよね。でこう行くと、これちょっと待ってガチでむずいぞ。しかもさ鬼に追われてるから、ちょっと待って、焦る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 。これ相当焦るんだけどみんな。しかもこいつ危ねえ危ねえ危ねえ。当たり判定どこ？さあということで今現在3個ゲットしておりますが、ジェケマルすげえ今冷や汗出てるんだけど。これさ、ちょっと待って、これ難しすぎないかみんな。これちょっと待ってよ、一応いやこっちから帰ろう。これでいいんだよね？合ってるよね？合ってる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 。イエーイ、ちょっと待って、終わった？終わったー、マジかマジかよ。これどうすればいいんだ？一回下で待つか。よし、じゃあちょっとリトライしていきましょう。さあということで、リトライしていきたいと思います。まあいけるっちゃいけるね。いけるっちゃいけるんですが、ちょっとさっき確認できなかったんだけど穴には落ちちゃうのかな、わかんないですが、まあとりあえず、最初は遠回りで回っていけば、絶対帰れるので。これさ、いやこれで行ってみるか。意外とでもいけるのかな。針に当たんなきゃ大丈夫。さあということで、うわこれ怖いよこれ怖いな。3回のステージやったみんなさ、これ結構さ冷や汗出なかった？これちょっと怖いぞ。はい、ということで、2個目もゲットしていきます。なんかこんなサクサク動いてるけど、すげえ今緊張してるこれ。さあということで来ましたね。こいつ危ねえ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 。いやちょっと焦る焦る。落ち着け落ち着け、落ち着いていけば絶対クリアできるから大丈夫。さあということで、サクサクやってますけどね。はい、3つ目ゲットしていく、3つ目ゲットしていく。すげえな俺こんなことやりながらさ、喋りながら、このね初見のステージ、攻略していってるっていうのがマジでね信じられない。やっぱねすごいっすね YouTuber って。なんかもうゲームやりながら頭フルで回転させて、しかも実況してるっていう。ここで待っていきたいけどなんか余裕あるので行っちゃいましょう。いける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 、ジェケマルならいける。さあということで、よし行けた。はい、ここでじゃあリンゴぐるっと回っていきましょう。いいよ、まだ100秒しか経ってないよ。よし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 。さ
さあということで、ちょっとまずい場合は先ほどの、立体起動装置のところで待っていきたいと思います。うん、これで合ってるよね、大丈夫だよね。うん、さあということで、あ、余裕がある時は、余裕がある時は最初最短距離じゃなくて遠回りで行った方がいいね。その方がこの鍵をゲットした後に帰り遠回りじゃなくて、あの一番早いルートで帰れるので、ちょっとここら辺待っていきましょうか。うん、お前すげえトコトコしてんのに意外と足遅いんだな。うん、あ、でもあれか、100人サバイバルとかですげえ足速いのかこいつ。はい、さあ、あと3つですよ皆さん、あと3つ。うん、これはいけるんじゃないか。こうやって、だから例えばめっちゃ遠回りしていく、うん、あえてね、こうやってこうやってあえて遠回りしていくことで帰りがすげえ楽になる。うん、よし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 、はい、ということでこれも待っていきましょうか。うん、こっちにいれば多分来ると思うんですよねこいつ。え、あ、びっくりしたゲーム固まったのかと思った今。うん、あ、終わったと思った、ゲーム固まったと思ったけど、よしよしよし、こういうことこういうこと、最短距離で、はいはいはい、帰れると。よーし、あと2個あと2個。うん、変なボンミスしなきゃね、クリアですね。いやー、俺ボンミスしちゃうからな。え、待って、ええ、ちょっと待って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 、え、どこ、あと2個、え、ちょっと待って、やばい、え、ちょっと待って、あと2個ってどうやって行くの。あ、え、これ正面か、ここか、え、あと2個ってどこ、え、ちょっとまずいよこれさ、どうやっていけばいいんだ、え、あと2個、え、ちょっと待って、あと2個ってどこ、え、ちょっと待って、え、まずい、どっか俺取り逃してる。ちょっとじゃあぐるっと回っていきましょうか。まずここを取った、上も取ってる、穴が開いてるところはもう取ってるってことだもんね。え、ここももう取ってる、俺取ってます。下行ってみましょうか。え、これ、え、ここも取ってるよな。あともう一個どこだ、まずいぞまずいぞまずい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 、残り150秒、ここも取ってるよね、で左も取ってる、え、上が残ってる、上、これどっから行くの、え、ここの場所ってどっから行くの、え、ちょっと待ってちょっと待って、これ穴に落ちると、あ、こっから行けんのか、これはちょっとわかんないわ。落ち着け落ち着け落ち着け、まずいぞ。うん、こっから行けんのか、これはちょっとね、やばいな。さあということで、ゴールゲット開きました。うん、残り100秒、残り100秒だよ、焦るな焦るな焦るな。さあということで、よし、お前の正面見てやるよ、お前の正面。うん、お前ちょっと後ろ向くなお前の正面見てやるぜ、おい、こっち向け。はい、ということで、まあここからね、クリアしていきたいと思います。さあラストスパートですね、こっち来い、こっち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 、よし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 、これ穴落ちないんじゃないかな、うん、今試したら大変なことになっちゃいそうですけど、はい、ということで、すげえ時間かかったのこのステージ。うん、難しくはない難しくはないけど、時間かけてやらないと、1回と同じですね、時間かけてやらないとクリアしないということで、はい、こちらね、3回のステージクリアしました。このままちょっと穴の方行ってみようぜ、穴、うん、あ、穴は落ちないんだな、なるほどね、穴は落ちなさそうですね。はい、ということで戻っていきたいと思います。はい、ということで皆さん、こちらね、3回のステージクリアいたしました。人類は思い出したというね、新しいワードをね、入手することができました。いやー、次回4回のステージね、針の方が見えてるので多分難しいステージだと思うんですけど、頑張ってね、次回も攻略していきたいと思います。それからね、ちょっと罰ゲームとしまして、はい、100連回していきたいんですが、ちょっと皆さんに相談があるんだよね。まあ相談というか、もう俺が決めちゃうんだけど、あの、こっち引きたい。うん、まあどうしてかっていうと、俺ね、ナス好きだから、ナススキン欲しいんですよね。まあいつかゲットできると思うんですけど、こっち50連、こっち30連、こっち30連で110連引きませんか。まあそういうことにしましょう。はい、まず10連目。うん。はい、20連目。ナス来い、ナス。うん。さあ30連目。さあ、ナス来い、ナス。うん。さあ40連目。いやー、お前ピーマンかーい。さあ50連目、来い、ピーマン。
ピーマン来ませんでした。ピーマンじゃない、ナスか。ナスね、当たった人教えてください。さあ30連回していきましょう。いやー、ナス欲しかったな、ありがとなーって言いたかったんですけどね。さあ10連目、はい、20連目、はい、30連目。いやー当たんないよな、メロンが来た、メロン。あとなんだこいつ、なんかな、何このさ、中央の左側のやつ、新しいなんか変なやつが当たったんですけど。はい、さああとはですね、あ、こっちはあれか、メダルか。じゃああと20連引くか。さあ10連、まあ40連目ですね。はい、さあ50連目、当たるかな、なんか当てればいいですね。赤トンボ、はい、風の民、メガネくん、メガネくんめっちゃいるよね。体育会系、船員リーゼント、ちょっと待って、当たらない気がする。丸刈りくん、はい、お、やった、おー当たりましたよ。皆さん将棋やったことありますか。さあ柔道家ひろし、糸目くんということで、はい、当たりませんでしたね。はい、見てくれてありがとうございます。まあぜひね、次回も見てください。次回はね、4回の方クリアしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ジェキマルでした。ありがとうございます。失礼します。サンキュー。